というのも、実は小論文の前提であるまず現代文をしっかりやっとかないと、主語と述語が一致してない文を書いたらもうそれで減点するし、聞いてることを無視して覚えてることを書くんです。問題点を発見して原因を分析してその解決策を提出するっていうような問題解説が。放題始まりました。無鉄チャンネルです。さあ、今回は、平田誠也。どうも、早稲田語学塾代表の平田です。よろしくお願いします。森田先生。はい。もう今日のゲストはね、僕がね、もうずっと呼びたかった人。はい。もし、平田先生、予備校業界で一番好きな先生誰ですかって聞かれたら、間違いなくこの男を僕は名前に挙げます。井の一番に。アレックス？違う。こういうやつじゃない。違う。アレックスをいじるのは俺の仕事だから、勝手に言わないでもらっていいかな。なんでそんな好きかって言うと、こんな寝やかな男いるみたいな。ものすごい明るい男です。そうですね。寝てる時の明るかと思うんだ、はい、なんでやねん、汚い、はい、そうね、こういう人と一緒に仕事したいなっていうふうな、もうそんな輝きを放つ太陽の子を今日はお呼びしました。そこで太陽の子って、そこで繋がるのね。参りましょう。はい、ということで柳生先生においでいただきました。皆さんどうもこんにちは、現代文の柳生です。今回は小論文のお話もしますよ。はい、はい、はい。皆さんね、柳生先生って今日本で多分慶応の小論文語らせたらもうこの人しかいないんですよ。そんなことないんじゃないですか。いや、そんなことあると思いますよ。で、皆さんね、なかなか小論文の対策ってどうしていいのかなってちょっとつかみどころがなくて難しいと思うんだけど、全て分からせます。もう日本唯一にしてもう無二の、そんな一回にしたいと思って、結構僕しっかり構成練って台本作ったんで、ぜひ最後まで見ていってください。結構って言っちゃったけどね。森田先生も慶応文学部だから、結構小論とかってなかなかね、大変だったんじゃないですか。あ、そうですね、僕はかなり対策しました、ね。僕は2年越しでやってますから、小論文は。確かにね。そんな柳生先生にですね、今日はちょっと小論文について、はい、そんな柳生先生俺の体験だった。だってさ、話短いんだもん。はい、もっとないのかなと思って。でね、浪人時代とかは週3コマとか取ってましたよ。おー、すごい。小論文だけ、ね、小論文だけ3コマ。なかなか骨太な。柳生先生、はい、どうなんですかね、小論文の勉強っていうと、うん、まあ多分巷ではね、なんか添削だ添削だって言われるんですけど、これ結構英作文の世界とか、あと現代文のね、添削のも言われるけど、はい、添削だって言って持ってくるやつに、ろくなのいないじゃないですか。ろくなのいないですね。はい、添削って本当に最後の仕上げというかさ、ね、ペケつけられるもんならつけてみろぐらいのやつらが持ってくるべきだと思うんですけど、柳生先生的に、はい、小論文の勉強法みたいなことを今日伺っていきたいなと思ってるんですけれども、はい、まず小論文ってどのぐらいこう時間をかけて勉強すべきだと思いますか。小論文、純粋な小論文で言うと、そんなに時間かけなくていいかなと思います。お、はい、というのも、実は小論文の前提であるまず現代文をしっかりやっとかないと、はいはい、まあ、そもそも小論文ってやってもあんまり意味がないんですよね。で、まあ、その現代文とか小論文っていうのは他の科目、例えば英語とか、まあ、他の社会とか、はい、っていうのと比べると、まあ、時間は少なくて済み、でさらにその中でも小論文はまあほんのちょっとなんで、まあ、実際そんなにやらなくてもいいかなと思います。正しくやれば。でもそれってこう逆に言うと、うん、小論文対策だから小論文だけやってりゃいいっていうわけじゃないんですね。そこを結構勘違いする人いるんですよね。例えば慶応しか行きたくない、もう大学っていうのは慶応で、もうそれが大学じゃないみたいな人たまにいるじゃないですか。いるで、そういう人はなんか現代文をやらずに小論文をやるんですけど、うん、これはダメです。そうなんですね。はい、もう慶応の小論文過去も見てもらえば分かりますけども、めっちゃ文章かなり長いですから、ですよね、はい、そもそも読めないとお話にならないので、なんでまず読解力ですね。やっぱりさ、そうなんだ、はい、僕柳生先生の本は必ず買って見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。必ずまず現代文力だっていう話をされてますもんね、うん、はい、そうですね、そういうことなんですね。そうですね。なるほど。じゃあこう小論文を力を完成させていくためには、うん、手順としてはどういう風になっていきますかね。そうですね、まあ、まず現代文で読解力を鍛えるっていうのが前提にあったとして、うん、じゃあその次にやるべきことですね、はい、次にやるべきことは、まあ、まず正しい日本語文を書く練習ですね、はい、まあ、例えば主語と述語が一致してない文を書いたらもうそれで減点ですし、まあ、助詞の使い方間違ったらそれもやっぱり減点の対象になりますから、まあ、まず文法的に正しい日本語文を書けるようになるっていうことがすごく大事になってきますね。意外とそういう細かいところもこう採点基準になってくるんですね、うん、なってきますね。まるで英作文みたいですね。いや、英作文とほぼ変わんないと思います。あ、そうなんですね、はい、まあ、和訳問題でもね、うん、多いです。結構やっぱ手術、うん、主語と述語を和訳してって、うん、合ってねっていうのは結構あります、うん、
そうですね、まあ、いわゆる現代文の文構造みたいなことですよね、うん、そうですね、はい、なるほどね。結構ある程度じゃあ現代文力が高まってくるとどっかでまあ小論文の勉強に移っていくわけですよね、はい、そうですね。で小論文の勉強っていうとじゃあもうテニオ派の使い方みたいなところも含めて、うん、はい、こう次の段階っていうのはどうなっていきますかね。次の段階は、まあ、まず読み取った文章をもとにして出題者が問題を出してくるわけですね、でその問題に正しい答えをすることですね、うん、で結構多くの受験生がやっちゃいがちなのがこういう感じなんですよ。例えば出題者がですねカレーとラーメンどっちが好きですかってこう聞いてくるわけですよね、でそれに対してカレーはインドの食べ物であるのに対してラーメンは中国の食べ物であるっていう風に答えちゃうという。そうなんですね、はい、なるほど、はい、もう英作文で本当にそういう人、うん、そう言いますよね、うん、でこれなんでこうなるかっていうとやっぱその対策の仕方がそもそも間違ってるんですよね、うんうんうん、要はネタ知識を入れることが小論の勉強だと思ってるわけですよ、うんうん、だからそういうネタ本ってどういうこと書いてあるかっていうと、まあ、基本的に社会科のような知識がひたすら書いてあるわけですよね、だからラーメンは中国で生まれましたとか、うん、カレーはインドで生まれましたとか、うん、なんかそういうことが書いてあるんですよ。で聞いてることを無視して覚えてることを書くんです。書いちゃうな。そうするといやいや聞いたことに答えてくださいよ、というふうになってもう論外の回答になっちゃうっていうことなんで、やっぱり問いをしっかりと受け止めるっていう力が必要になってきますけども、聞き方っていうのはもうある程度定型化してるのでその聞き方のパターンをちゃんとマスターしておくと。あ、そうなんですね、ということですね。結構じゃあ割といろんなパターンをこう身につければ、うん、割とこういろんなものがこうできるようになってくるっていうあたりは勉強はしやすい科目なのかなという印象があるんですけど。そうですね、小論文、純粋な小論文の勉強はそういう意味で言うとほんのちょっとでいいかなと思います、うん、本当なんかねこう読み取れで聞かれたことに答えろ、うん、もうこれまるでなんか現代文の記述の話聞いてるみたいだから。そうなんですよ、よく気づきましたね、うん、でその証拠に例えばですね東大受験生いるじゃないですか、はい、東大受験生が慶応を受けるときに小論対策するかといったら実はほぼしないんですよ。でも東大現代文ができる人たちだから何もしなくても慶応受かっちゃうんですよ。あ、なるほど、はい、なるほど、それはちょっとすごい合点がいった、はい、そういうことなんですね、はい、まあ、柳生先生的にはやっぱり現代文の力をつけると、うん、でその上でこう小論文のこう書き方に関するこうものをやっていくといいよって、はい、まあ、これが手順だっていうことなんですね。そういうことですね。でそれで言うと僕ね、すっごい好きな2冊なんですよ。おー、ありがとうございます。こちら後でサインくださいね、はいはい、プラチナルール、まあ、関先生とかも出してるシリーズですね。 あ、はいはい、であとはあの世界一分かりやすい慶応の小論文ですね、うん、もうつい最近出たんでね、はいはい、で 2冊どっちともなんか買っていいんじゃないのと思っちゃうんですけど、はい、なんかこれだって2つ合わせてもね、まあなんか大した厚さにならないじゃないですか、はい、そうですね、うん、これは厚さの問題か。厚さの問題。いやでもほら小論文でなんかさたくさん回答例とか必要だったりとか説明も必要だと思うから、はい、分厚くなるのかなっていう印象はあったんだけど、うん、結構コンパクトにまとめましたよね。そうですね、やっぱりさっきも言ったように、小論文ってほんのちょっとしかやらないっていう人がやっぱ非常に多くて、はいはい、で受かった人もじゃあいっぱいやってたかっていうと、うん、やってた人もいるんですけどもそうでもないよっていう人もいるんですよね。 なるほど。なんで僕としてはなるべく最短で合格できる力をつけられるようにっていうふうに考えて薄めに作りましたね。はい、僕の感想なんですけど、はい、柳生先生のこの本見てて、はい、何がすごく良かったかっていうと、はい、頭に浮かんだのが、うん、カラオケとか、はい、あと料理とか、はい、お風呂の湯加減とか、はい、うん、なんかねそんな感じを感じたんですよ。どういうこと、どういうことですか。いやこれねどういうことかっていうと質問に答えてますか。いやマジでこれ本当にちゃんとしたことで、はい、正しい回答ってどんなもんなんだろうみたいなところが分かんなかったりするわけですよ、うん、どのぐらいのことを書くといい答案で、うん、でそのいい答案の根拠っていうのはどんなところなのって、ダメな答案っていうのは要するにこのぐらいのことが聞かれてるのにこの程度のものを返しちゃうと、うん、あ、減点されたりダメって評価されちゃうんだよねっていう、うん、なんかねいろんな意味でのこのぐらいだよっていうところが、うん、すごくこうねいわゆる塩加減湯加減みたいなもんですよ。柳生先生の作ってる模範回答とその採点基準みたいなのを読んでると、うん、結構自分の中にストンって具合みたいなものがこう、はい、落とし込めるんですよね、うん、だからなんかほら加減って言った方がいい。具合が落とし込めるっていうのはよく、まあまあ具合がいいというかちょうどいい具合が自分の中にストンと落ちてくるというか、うん、単純な話これ2冊やっとけばいいんじゃないみたいな。どういう感じですか、内容的には。プラチナルールの方はどんな感じですか。もうプラチナルールはですね、もうそれこそ先ほどの一文を正確に書くっていうところから結構始まっていくんですよね、うん、でその一文が今度できたらもう文章を実際書いてみましょうみたいな感じになっていきますね。で、まあ、これは慶応の小論文と共通してることなんですけども、うん、まあ、小論文の型みたいなものがあるんですよね、はい、で、まあ、これは議論をする、イエスかノーかで議論をして、でなぜならばこうだからみたいな根拠を述べるっていうような議論をするタイプと、うん、であと問題解決っていう形があるんですよね、うん、問題点を発見して原因を分析してその解決策を提示するっていうような問題解決型っていうのがあります。
で両方これよく出るんですけれども、その両方をちゃんと身につけられるように作ったっていう感じですかね。なるほど、はい、まあルールって書いてますね、プラチナル法則が載ってるわけです、はい、小論文の法則で、はい、小論法ですね、小論法、さあ丸でしょ、いつもなのもう これをずっと最初からどこに入れるかね、カレーとラーメン来たからそろそろ小籠包いけるかなと思いながらこの通りにやったらあと真似するだけというか、うんうん、だって宇多田ヒカルのファーストラブだってさ、はい、みんなさダーって歌うじゃないですか、はい、ね、なんか本当にそうなりそうな感じがちょっとこうしてて、はい、古いから分からないっていうのもあって、だから本当この2冊はすごくおすすめなんで、はい、まあ、現代文力がこうある程度記述問題とかもやっててあるっていう前提で言うと、うん、大した量ではないから落ち着いて1ヶ月もかければ終わっちゃうのかなと思っちゃうんですけど、そうですね、うん、はい、でやっぱりこの2冊の本、僕が一番こだわったのは何かっていうと、はいはい、やっぱりちゃんと入試に対応できるっていうところをすごくこだわったんですよね、うん、はいはい、でというのもやっぱり世の中にある小論文の対策本って割とそう簡単な受け答えのルールを示しているもの、うん、まあ、実際の問いがもう入試問題じゃなくて、例えば環境問題について意見を述べなさいみたいな、うん、この1行で問題が出てたりする、うんうん、でもそんな問題って入試にないんですよ、うん、入試に出るのはやっぱり慶応なんかももちろんそうですけども、長い課題をひたすら読んだ上で問題に答えるっていうことなので、そうね、うん、まあ、それをしっかりとここで解説したっていう感じですかね。どうですか森田先生、小論文だけで俺3項も取ったんださっき言ってたけど、はい、こんなにコンパクトが、ね、に勉強できる時代になってきました ね、 そうですね、いい時代になりましたね、なりましたね。なんかね、昔は小論文ノートでしたっけ、あったありましたね、ありましたね、あれのイメージですもんね、勉強してたっていうのはね、いやーよかった、そうですね、じゃあ次はいよいよ慶応について聞きたいです。だって慶応の小論文って書いてある。そう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 、やっぱ慶応を受ける人、まあ、うん、とにかくね、うちのチャンネルもね、早稲田合格塾の平さんが出てるから、どうも早稲田よりね、もう早稲田は飽きた慶応の対策をやってほしいみたいなこと結構来てますんで、じゃあ次回はいよいよ慶応の小論文の対策をちょっと八木先生に聞いていきたいと思います。はい、小論法、はい、小論法ですね、聞いていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。